ドジャースは20日、日本時間21日、たこ焼き大手、築地銀だこと複数年契約を結んだと発表した。日系企業との契約はすでに10社目。専門家は大谷が作り出す経済効果について約865億1999万円と発表。10年7億ドルの大型契約で入団した大谷だが、2年あれば回収できてしまうといった声も上がっている。天井知らずの大谷バブルについて、関西大の宮本勝弘名誉教授が大谷の経済効果を試算。約865億1999万円との経済効果を作り出すと発表した。エンゼルス在籍時の2023年の経済効果は約504億円。ドジャース加入で約 1.7 倍となった。ドジャースはビジネスがうまい。これだけ企業が来ることを予測してた。金満球団とか揶揄されるが、要するにビジネスがうまいということ。本当に2年で回収できたらこれまたすごい。残りの8年間は利益ってことか。ドジャースの経営陣は笑いが止まらんだろうな。バックネットにダイソーがありマウンドにはヤクルトかな。もう目につくものね。効果抜群や。円安でもぐいぐい日本企業のスポンサーを引っ張ってこれる大谷選手は、広告塔としての力も素晴らしい。こういうのだけではなく、球場で大谷グッズを買う人から得られる利益も相当なものだろうな。レプリカユニとかなんて、原価の10倍以上で売って普通に売れる。この前見てた映画の内容で100億をめぐる激しい攻防してたけど、大谷さんにとっては給料1年分かと思って少し冷めてしまった。すごい金額なのに金銭感覚が麻痺する。大谷が変にこけない限り、球団側は計算済み。今回の一平ショックでやましいことは一切してないことが当局によって証明されたから、スポンサーも増え続けるだろうな。ドジャースは結果的に大儲け。それを踏まえた1000億だろうけど、実際回収済みなのかはわからないが、さらに企業は増えるだろうし、想像以上に早期回収になるだろうね。